醜いやつだな。吐かないうちに2階のジェイソンに会いに行け。引っかかるもんか、スムーズスキン。ジェイソンだって騙されないよ。邪魔するな、スムーズスキン。ジェイソンのところへ行け。今はダメだ、スムーズスキン。ジェイソンがこの世の苦しみから解放してくれる。やあ、ワンダラ。このような質素なところで申し訳ない。誠の家は遥かなる地にあるのだ。偉大なる旅を助けるために来たのか。奴らはグールを獣のように撃ち殺しているのだろう。たとえ正気を失っても、グールは信徒だ。外を歩かせてはいなかった。一階の安全な場所に隔離していた。デーモンズがグールを逃がしたに違いない。グールが遥かなる地の癒しの光で救済される機会は、永遠に失われた。頼む。お前が見逃すことで、フェラルグールが後に救われることを忘れないでくれ。道が開ければ、野蛮な兄弟たちも偉大なる旅に出かけられる。生き残った者がいればだが。デーモンズは、どこからともなく現れた。いや、正確には現れてはいない。デーモンズは目に見えない。そこにいても。水面の光のように空気が輝くだけだ。ある朝、礼拝へ行く途中に襲われた。地下へ降りた瞬間だ。信徒たちは勇敢に戦ったが、仲間の半数が死ぬか、行方不明になった。残った仲間でここへ退却した。デーモンズは吠えていたが、攻撃はしてこなかった。奴らのせいで。偉大なる旅への歩みが止められた。だが、お前が来てくれた。克服困難な障害を乗り越えるため。クリスのことか。自分をヒューマンだと分かっていなく、ここへ来た時からす。クリスが神からの贈り物であることはすぐ、インターコムで脅された。外へ出たら、それが何時間も続き、意味不明なこと、ワンダラーよ。だが、助けてくれるか、ワンダラー。ウェイストランドの野蛮さ、特に。神は信徒たち、デーモンズが、神よ、デーモン、
ペイ。ヘイ、ジェイソンのところへ行け。インターコムに触るな、スムーズスキン。さっさと行け。
おい、こそこそ動くな。ああ、そんなところ。ま、どう？その話はもういい。さ、ここに。探し物だ。ある晩、俺が見張りに出ている間にリージョンの奴隷仕掛ける時間。妻はもう死んだ。探しているのは巣で夜勤の時に NCR のベレー帽をやろう。お前の仕事はよし、無駄し、町の連中は妻の身に何が起こった。ここには来るな。誰かが内通者の気配に気づいたら。カーラを誘拐した犯人を探せ。俺がシフトに入っている時、このダイナソーの前に連れてきてくれ。連れてきたら渡してやるベレー帽をかぶれ。それが俺に犯人を。ああ。